違うんですよ。唯一無二な日本の技術なんじゃないかなというふうに思っていて、世界からはすごくこう評価が高い。皆さんこんにちは、ニールセレクトショップの玉江と言います。私たちはインターネットで腕時計の販売をしています。このニールチャンネルでは腕時計の良さとか、つけた時の楽しさとか、また機能なんかを皆さんにご説明できたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はですね、2021年の11月に発売になったグランドセイコーの新作ですね、スプリングドライブを搭載したグランドセイコーの新作 SBGA465、 この白い方ですね、465と SBGA467、 この黒い方ですね、こちらご紹介していきたいと思います。私たちニールはですね、主に国産メーカーの腕時計を中心に扱っているんですけれども、セイコーウォッチですね、それから箇所計算機とか、あとはシチズン時計みたいな国産のメーカーの時計を主にメインで扱ってます。でその中でもやっぱりこう世界に通用するスイス勢に立ち向かっていけるブランドって何やねんって言って、やっぱり筆頭はグランドセイコーだと思ってるんですね。私たちニールは日本のものづくりの良さとか素晴らしさっていうのを日本の皆さんにお伝えして、で世界の皆さんにもお伝えしていきたいと、そんな風に思って今腕時計を販売させてもらってます。ニールは腕時計扱い出してもう22年ぐらいになるんですけれども、やっぱりその中でもこのグランドセイコーという、まあ、世界で戦える日本製のマニュファクチュールの腕時計をやっぱりまずは皆さんに知っていただきたいと、そういう思いで続けてきたようなところも実はあるんですね。で今回この新作スプリングドライブっていうことなんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、スプリングドライブについて少しご説明していきたいと思います。はい、まあ、機械式でもないクォーツでもないムーブメント、スプリングドライブですね。どんなムーブメントかっていうと、まあ、簡単に言うと機械式のええとことクォーツのいいところをドッキングさせたハイブリッドなムーブメントなんですね。動力源はゼンマイなんです。機械式と同じで巻き上げられたゼンマイがほどけていく力を利用して駆動します。だけど精度を司る部分、機械式時計だったらテンプを使って精度を出していくんですけれども、スプリングドライブはここがクォーツのいわゆる水晶振動子を使うんですね。だから精度がクォーツ並みになるというのが一つの特徴です。だけどゼンマイを使って駆動するので電池が入ってないですね。通常のクォーツって電池の電力を使ってクォーツに電気を送るんですよ。だから絶対に電池が必要になる。これが蓄電池であろうが通常の電池であろうが必要になるので、必ず電池交換というのが必要になってきます。だけどここを精度はクォーツの精度を使うけれども電池を使ってないので電池交換がいらないというのが最大の特徴ですね。だから機械式と同じくゼンマイを巻き上げる、もしくは腕につけてローターが回ることでゼンマイを巻き上げるという力を利用しながらもクォーツと同じ精度で動く時計なんです。それが一番簡単に言うとそういうことですね。ハイブリッドですね。ちなみにこのスプリングドライブっていう機構ですね、まあ、機械式クォーツ、それから3番目の機構としてスプリングドライブっていうのが今説明してますけども、これは作れるのはグランドセイコーだけなんです、まあ、セイコーウォッチだけなんです。スイスの時計メーカーも、まあ、他の国の時計メーカーも一切このスプリングドライブというムーブメントは作ってないんですね。だからそういう意味でも唯一無二な日本の技術なんじゃないかなというふうに思っていて、ぜひ皆さん一本は持っていただきたいというような、そういうムーブメントになってます。はい、もうちょっと詳しく見ていきましょうか。スプリングドライブについてですね、今回メリットとデメリットってどんなとこがあんねんということを紹介していきたいと思うんですけども、メリット4つあります。まず精度が高いということ、それから針の動き方ですね、スイープ運針って言います。これが2つ目、で3つ目がトルクですね、トルクが強いです。で4つ目が寿命がないということね、時計としての寿命がないということ、この4つがメリットとして挙げられると思います。1つ目の精度なんですけど、まあ、さっきもちょっとちらっと言ったけど水晶振動子使うねという話をしたけれども、じゃあどうやって電気を発生させねんと、ゼンマイがほどける力をローターと電線をこうぐる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 巻いたコイル2つ合わせてステーターって呼んでるんですけど、部品の名前としては、そこに力を加えることで微量な、本当に微量な電気エネルギーを発生させるんですね。簡単に言うと、ほんまにちょっと乱暴に簡単に言うと、自転車の電気ダイナモ言うてね、カチャコって倒したらタイヤのところに頭のところが当たって、それがぐるぐるぐる回ることで電気を発生させて全焼とかつくとっていう仕組みあると思うんですけど、あれに近いです、すごく。でもあれってすごい人間の足が漕ぐからものすごい力じゃないですか。それがこんな
ちっちゃい、ね、工場この中に入ったゼンマイがほどける力を使って微量な電気を発生させるんです。いや、それを水晶振動子に電力を伝えるということで、水晶振動子が3万2000何がしかの振動する。クォーツっていうのは水晶振動子から振動を電子回路で1秒にカウントするんです。ステップモーターっていうけど、そこで3万2000何がしかの振動を1秒に直すんです。でもスプリングドライブはそこが違うんですよ。ステップモーター使わない、電子回路使わずに、ローターと水晶振動子のいわゆる正確な振動のがローターがその振動に合ってるか合ってないかっていうことをモニターしてね、早すぎたら磁力をかけてちょっとストップさせるということで、いわゆる機械式時計の減速装置の役割をしてるんですけど、ここがこれでトライシンクロレギュレーターっていう水晶振動子の振動にシンクロさせることで一定の酷似をするとっていうところが新しい技術というか、クォーツとはちょっと違うところなんですね。水晶振動子を使うことで精度が高いと、決算プラスマイナス15秒っていうのが今スプリングドライブの精度になってます。2つ目のスイープ運針、これなんで滑らかに動くんかっていうと、これさっき言った水晶振動子の振動にローターを合わせるように磁力でブレーキかけていくんですけども、一定方向にだけ動こうとするローターをブレーキかけていくんで、結局往復運動しないんですよね。例えば機械式時計やったらテンプが右と左ってしてこう完全往復運動してるんですけども、これによって針を一歩ずつ進ませると、進ませて止める、進ませて止めるというのを繰り返すんですね。6振動だったら1秒間に6回それを繰り返すということで秒針を動かすわけですけれども、クォーツの場合はステップモーターが行って帰って行って帰ってっていうふうにカウントさせるんです。1秒に1回ね。だからクォーツの場合は1秒ずつに針が刻まれます。カッチ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 というね、みんな往復運動をさせるから結局針を1回止めながらですね。でもスプリングドライブは一定方向の運動にブレーキをかけていくと、早かったらブレーキかける、早かったらブレーキかけるというふうにするんで、ずっと同じ方向に動き続けるから針が止まる必要がないということで、他のクォーツとか機械式とは全く違うスイープ運針ができるっていう仕組みなんですね。世界中でスプリングドライブ作ってるのってセイコーだけなんで、この完璧なスイープ運針の時計を持ちたいと思ったらもうセイコーしかやってないと、世界中で。こんな日本が誇る技術は他にないと思うんやけれども、それがまあスイープ運針ですね。3つ目のメリットであるトルク、これはまあどういうことかっていうと、クォーツと機械式の違いというふうに思ったらいいと思うんですけど、クォーツってモーターを使って運針させるんでトルクがないんですよ、力強さがないと。だからクォーツの時計って針がやっぱ細かったりするんですね。重たい針動かせないんで、トルクがないんで、だからデザインの部分に結構影響を与えてくると思います。力強い太い針を動かそうと思ったら、やっぱり機械式のゼンマがほどけるこの力を使わないと難しいね。スプリングドライブでは結局ゼンマを巻き上げてそれをほどける力を使うので、トルクがやっぱ大きい。だから力強いね、太い針を搭載することができるというのがメリットですね。で、4番目のメリットとして申し上げた寿命がないということ、これすごく大事なことで、機械式の時計っていうのは手入れを怠らずに定期的な5年とか7年2回ぐらいオーバーホールって言って、全ての油を差し替えたりとか、ダミーになったパーツを取り替えたりとか、そういうメンテナンスをしっかりしていけば永久的に使うことができる。これが機械式時計の魅力ですね、一つの。その反面、クォーツ時計っていうのはどうしても電子回路を使っているので、この電子回路の寿命が10年って言われてるんですよね。まあ、もっと動きますけど、10年以上動くんですけれども、やはり機械式時計のようにメンテナンスさえすれば永久に使えるかというとそうではないと言われるのがクォーツですね。スプリングドライブは確かにクォーツと同じ水晶振動子を使ったりとか IC も入ってます、 IC チップも入ってるんですけれども、この寿命がある電子回路がないんですよ。電子回路を使っていないので結局寿命レスになると、 IC チップにしても水晶振動子にしてもそのパーツさえ取り替えれば永久に使うことができる。これがスプリングドライブの魅力ですね。4つ目の魅力になります。はい、じゃあデメリットないんかいのと、デメリットまああんまないんですけど、上げるとすればやっぱりまだまだムーブメントがちょっと大きいんですね。機械式とか、あともちろんクォーツに比べたら厚みがちょっとあったりとかするので、全体的にやっぱり時計が大きめになる。まあ言うてもこんなもんですけど、40ミリのケースサイズなんで別に大きいわけじゃないけど小さくできない、
どういうことかっていうと、レディースのスプリングドライブって今存在しないんですね。そこまでの小ささにまでできていない、まあ、これは技術革新で応用できるようになると思いますけれども、今のところはやっぱメンズしかないというのが一つのデメリットというか今後の課題みたいなところかもしれないですね。はい、スプリングドライブがセイコー唯一の日本にしかない技術だということを申し上げたんですけれども、あとこのグランドセイコーですけども、マニュファクチューロなんですよね。全てのパーツを自社で生産していると。最近なんかこの言葉がだんだんグズグズなってきてて、例えばムーブメントを作ってたらもうマニュファクチュールって明確に歌ったりするんです。でも本当のマニュファクチュールは全てのパーツを自社で生産する、これができてるのって実は世界で2社しかないんです。ロレックスとセイコーなんですね。この2社しかない。みんな何が作られへんかっていうと、結局スプリングドライブはテンプ使ってないけど、テンプについてるヒゲゼンマイっていうのがものすごく難しい技術を必要とするので、これを自社で生産できているのがロレックスとセイコーやということで、完全マニュファクチュールっていうのはこの2社しかないと。このスプリングドライブも長野県の塩尻っていうところで完全に自社生産ですね。部品から組み立てまで全部自社で生産しているモデルになります。機械式もグランドセイコーは全て自社生産していると、まあパーツから全部含めてね。そういう完全マニュファクチュールは本当に世界で2社しかないので、そういう意味でも世界からはすごくこう評価が高いですね。実はグランドセイコーって国内ではそうですね、ロレックスの方がすごい人気だったりとか、オメガ、パテック、まあちょっと値段的には若干パテックとかだと変わってくるけど、やっぱ舶来が日本では人気やけれども、世界から見たグランドセイコーっていうのはスプリングドライブがあるで完全マニュファクチュールであるってことで、すごく評価が高いんです。国内でももっともっと評価高めていきたいと私は思ってます。はい、最後一つだけ、キネティックっていうね機構があります。今やっとエプソンさんから出てるトゥルームなんかがキネティック搭載してますけども、ローターをぐるぐる回して動かすというような感じで、結構お客様からスプリングドライブとキネティックって何やちゃうねんっていうふうに聞かれたりするんで、ちょっとだけ説明しておくと、スプリングドライブには自動巻き機構がついてるんでローターがついてます。でローターがぐるぐる回ることで全枚巻き上げると、それと他にもそのリューズを巻けば全枚巻き上げれるんで、リューズを巻いたりローターを使って全枚巻き上げて、それがほどける力を使って駆動させると。キネティックはリューズで巻き上げる機能ってないんです。なんでかというと、ローターがぐるぐる回ることで発電機で発電させて、それを蓄電池に入れると、蓄電池に蓄電して、その電池の力を使ってクォーツを作動させてるんですね。だからこれクォーツなんですよ。キネティックっていうのはクォーツのグループになります。例えばソーラーもクォーツですよね。光を電池に蓄電してそれでクォーツを動かす。キネティックはソーラーじゃなくて、それこそダイナモと一緒ね。さっきも言ったチャリンコのダイナモと一緒で、そのぐるぐる回ることで発生した電気を電池に入れて、それでクォーツを動かすというのがキネティックなんで、全く別物です。キネティックはもうクォーツのグルーピングになってると。だから世の中に存在するムーブメントの機構としては機械式、クォーツ、スプリングドライブと。スプリングドライブはどちらかというと機械式によく入れられて、機械式の中の機械式とスプリングドライブみたいに言われますけど、そこが全然違うので確認しておいてください。ではちょっとディティールを皆さんと一緒に見ていけたらと思います。はい、ではディティール見ていきましょう。まずは465ですね。 SBGA465 シルバーの文字盤の方見ていきますね。81にパワーリザーブがついているスプリングドライブ QR65 というムーブメントを搭載します。文字盤が特徴的で型打ちになってるんですね。これ職人さんが一つ一つ型打ち込んでいってるんです。雪白ダイヤルっていうね、グランドセイコーのダイヤルのモデルありますけども、それにまあ近いというか雰囲気に出る感じですけれども、ちょっと型打ちしてることでただのシルバーではない光の輝き方、反射の仕方をするっていうのが特徴的になってます。で先ほども申し上げたこの力強い GS の針ですね、このハンド、これもやっぱり機械式ならではのトルクの強い機械式やからできるこの力強いハンドですね。立体的なインデックス、これも一つ一つ職人さんが削ってるっていうからすごいですよね。この針も全部職人さんが削るんです。一回でもポコッと落としてしまったらもうその針使われへんという話なんで、職人さんが手で磨き上げて装着すると、
装着するとき落としたらびっくりするよね。 GS といえばもうこのザラツ研磨、これも手作業ですから、職人さんが一つ一つ手作業で研磨しているザラツ研磨の面がものすごく綺麗ですね。言うときますけど、この舶来でこんなんないですからね。ここまでクオリティの高い研磨をしているそういうメーカーではないですね。グランセコだけだと思います。全てにおいて職人さんが手作業でこれやってると。このバンドも美しいバンドですね。これはちょっと針止めのモデルなので、後で水分子別の時計使ってお見せしたいと思います。こちらがシルバーのモデルですね。駆動時間は72時間です。フルで巻き上げた状態から72時間動きますので、金曜の夜に外して月曜の朝つけるときまだ動いているという、もうこれはグランドセコのこだわりですね。駆動時間はもうこだわってます。精度はプラスマイナス15秒、ゲッサーですね。それから石が30ですね。30石入ってます。これ石の数って結局とどんだけ複雑機構なんかっていうことなんですけども、このモデルは30ですね。体重は1種です。アンチマグネティックは1種になっています。横がですね、これサイズ的に言うと横が 40mm、 それから縦がこの缶の部分まで入れて 46.6mm、 厚さが 12.3 ですね、なってます。ちょっとブラックの方も見ていきましょうか。はい、こちら SBGA467 ブラックの方のモデルですね。ブラックの方がやっぱちょっと締まって見えますね。文字盤もグッとこう小さく見えるような印象があるのかなと思います。比べてみましょうか。シルバーとブラックですね。ちょっと文字盤も錯覚なんでしょうけど、ちょっと小さく締まった感じに見えますね。ブラックの方はですね、かなりツヤのあるブラックですね。型打ちのシルバーとちょっと違ってツヤのあるブラックを採用していて、シルバーのインデックスとハンドとすごくよく合いますね。ザラツ研磨のこの鏡面仕上げの部分なんかはシルバーと一緒ですけれども、ここにリューズガードのないドレッシーなスタイルになっています。裏蓋はですね、獅子の紋章が入ってますね。グランドセイコーのシンボル、ライオンです。ライオンの紋章入ってますね。ここにバックルには GS ロゴが入っていて、ワンプッシュ三つ折りタイプになってます。ケースの厚みが 12.3mm ですね。同じくサイズは 40mm と 46.6 です。横が40、縦が 46.6。 内面も反射コーティングされているので、これデュアルカーブサファイアガラス、サファイアガラスは当然なんですけども、ちょっとカーブかかってます。内面も同じようにカーブかけているので、横からの視認性も相当高いと。さらに内面にも反射コーティングしているので、かなり視認性が良くなってますね。すごくこの黒のツヤの文字盤がすごく映えますね。はい、ちょっとここで水分子をこうお見せしていこうと思うんですけれども、これ別のグランセイコのスペムドライブのモデルなんですけれども、針の動き見えますかね。この完全に滑らかに動くのが水分芯です。スプリングドライブ独自の動かき方ですね。メカどんな動きやねんっていうのをちょっとお見せすると、こちらグランドセイコのメカモデルですね。ちょっと違うの分かりますか。これ1秒間に6振動なので、1秒を6回刻みでカチ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 動いてるんですね。これさっきの水分芯とちょっと違うんです。見て非なる。もともと機械式時計のことの針の動きを水分芯って言うんですけど、水分芯言うても間違いではないんやけど、右がスプリングドライブ、左がメカですね。ちょっとカチ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 言うと分かるでしょうか。じゃあクォーツどうやねんっていう話ですけど、ちょっとグランドセイコのクォーツがなかったんで、ちょっとアストロン持ってきましたけども、これがクォーツです。1秒ずつ運針するんですね。これがクォーツ。まあメカともまあ全然違いますよね。メカはこの動きです。全然違いますよね。スプリングドライバーはやっぱメカにやっぱ近いですけれども、クォーツとは全く違いますね。クォーツとスプリングドライバーを比べるとこんな感じです。どうでしょう。全く動きが違いますよね。
この動きが出せるのはスプリングドライブだけです。はい、針の動きをですねちょっとお見せしました。ではもう一度シルバーとブラックとちょっと見比べながら、どちらか、まあ、ご検討いただいている方がもしいるとしたら並べてみておきましょうか。珍しいのはこのシルバーの方のこの片打ちダイヤルですよね。やっぱり最近ちょっと GS はこういうデザインのダイヤル出してきてますけど、まあ、これもその一つですよね。いかがでしょうか。ぜひどちらかお色選んでいただいてお買い上げいただいたらなと思います。この8G のパワーリザーブですけれども、やっぱあるとすごい便利ですね。どのぐらい巻き上げてるのかっていうのがすごくよくわかるし、止まってる状態からつけたりするときにやっぱり手巻きで流水で巻き上げていくんですけども、その時にどこまで巻き上がってるかってすごく知れるのはありがたいですよね。いつまでも巻いてしまうんで。グランドセイコー全ての機械式時計に巻きすぎ防止システムがついてるんで、巻きすぎて全部が切れるとかそんなこと一切ないんですけれども、こういうパワーリザーブがあるとどこまで巻いていいのかって分かりやすくていいですね。ここから見るとこんなですね、ドレッシーですごく美しい時計になってます。水分子なんですけども、これ音的にもですね全く無音なんですよね。ちなみにこの機械式の時計の方はチチチチチっていう音がします。1秒間に6回チチチチって言ってるわけですよね。動くときに音がします。クォーツはもう完全に1秒ごとにカチカチって音がしますね。スプリングドライブは全く無音です。それではちょっと装着してみますという感じになりますね。私の腕の手首のサイズが 16.5cm ですので、だいたい腕に乗るとこういう感じになります。重心がそもそもかなり下に設計されているので、重さとか厚みというのはそこまで感じないですね。厚さこんな感じです。リューズの方から見るとこういう感じになりますね。すごく腕なじみのいいブレスレットになってますので、重心の低いケースと一緒につけることでかなり自然に無理なくつけられると思います。ステンレスですけれどもそこまで重さは感じないですね。ではブラックの方もいきましょうか。装着するとこういう感じですね。ブラックの方はやっぱり締まった感じになりますね。エレガントさよりもちょっとシャープで締まった感じの。ドレッシーさはやっぱりシルバーの方が強いのかなという感じがしますね。こういう感じになってます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はグランドセイコーのですね2021年11月の新作スプリングドライブですね、 SBGA465、 それからブラック文字盤の SBGA467 をご紹介させてもらいました。こちら両方ともですねお値段税込みで53万9000円になってます。まあ、スプリングドライブというね世界唯一のムーブメントを搭載しながら、まあ、このディティールですね、ザラツ研磨の美しさ、それからシルバーに関しては片打ちダイヤルがやっぱりものすごい存在感を放ってますし、53万9000円ではありますけれども、クオリティはもうそれをはるかに凌駕するような時計なんじゃないかなというふうに思います。本日はグランドセイコーを紹介しましたけれども、他にもこんな時計紹介してほしいとか、こんな機能について教えてほしいとか、これとこれどんな違いがあんねんみたいな、もしそういうご要望がございましたらコメント欄に書いてもらえたらありがたいです。それからチャンネル登録と高評価ボタンもぜひお願いしたいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またニールチャンネルでお会いしましょう。さよなら。